18日、福島県郡山市にある養護学校で少女は卒業式に出席した。卒業証書。卒業証書を受け取る少女、そしてそれを見つめる母親。卒業の歌が流れ始めると、少女の母親の目は溢れ出る涙に濡れた。事故で少女が意識を失って5年半、その長い月日の出来事が次々と思い出されてきた。病院に運ばれて、命助からないよって言われても、覚悟を決めたような状況だったのに、こうやって、まあちょっと生活違いますけど、一緒にいられるんだからね、まあ、贅沢は言えないかなと。だけどまだ現実を受け止められない自分がいて、まだまだその目が覚めて普通の生活になるんかもしれないんだからっていう気持ちがやっぱまだ抜ききれないんでしょうね。悔しい思い、悲しい思い、そして楽しい思い、さまざまな思いを抱えながら卒業式の日の少女を見つめる母親。その少女の母親は今回の判決後の記者会見で、学校関係者及び教育委員会に対しこう呼びかけた。形だけの謝罪ではなくて、反省をして心のこもった謝罪であればぜひ受けたいと思います、はい、ご両親からすると、井口さん、やっと聞けた認定という言葉でしたね。そうですね、今回で13回目、2年半にわたる取材と放送だったんですが、当初私たちが現地行った時にはですね、このことはもう風化しかけていて、関係者の皆さんはもう本当にその話はもうしたくないと、で子どもたちも証言させませんという大変冷たい空気だったんですが、まあ、放送を続ける中で関心が持たれ、少年たちが勇気を持って証言台に立ってくれました。おかげで真相が明らかになり、ついに勝利判決を得たということになるわけですが、さて判決による事故原因ですが、こちらをご覧いただきたいと思います。少年の行為は明らかに部活動における練習や指導の範疇を逸脱した暴行である。で判決文ではコンクリートに打ち付けたというところまでは言及してないんですが、練習の範疇を逸脱した暴行であるとしたんですね。そして学校側の管理責任については、脳内出血という重傷を負ったことを認識していたのに、その後具体的な対策をほとんど何も取らなかった危機意識の低さには顕著なものがあったということなんですね。これはどういうことかというと、事故が起こったのは2003年の10月18日です、頭を強く打って昏睡状態になりますが、実はその1ヶ月ぐらい前に同じように柔道の部活で投げられて頭を強く打って急性硬膜下血腫で入院をしてるんです。で退院をするときに先生がジョギングとかストレッチなんか、そういう軽い運動から始めてくださいねということを母親にはっきりと言った。でこのことを母親は柔道部の顧問の先生にしっかりと伝えてるんですが、この顧問の先生は他の部員に全く説明をしていなかったんですね。それがこの危機意識の低さには顕著なものがあった。これ裁判の時に、ね、あなた子供が頭の中で血を出してるのに大変だと思わないんですかって裁判官が言うぐらいだったんですね。でこの時きちんと丁寧に説明をしてれば、この少年は暴行を働かなかったろうし、したがってこの少年の練習を超えた暴行というのは悪いことだけれども、昏睡状態になってしまうほど強くやったかどうかというのはわからない。したがって顧問がきちんと説明していなかったからであるという判断になるわけですね。それから学校側の自己学習なんですが、2回報告書を出してるんです。事故の後と、そしてもう1回出してるんですが、これいずれも、まあ、一言で言えば自分たちに有利になるように書いているので、採用ができないということです。そして教頭の恫喝というものがありますが、初めて少年が勇気を出して本当のことを言おうとしたら、それをバーンと
黒板を叩いてまるでヤクザ者のようだったというんですね。恫喝をした、これは学校側が責任逃れをしようとした疑いが強く慰謝料の増額の理由になったということなんですけど、先生この判決はいかがですか。皆さん聞いてて変だなと思うのは、はい、直接暴力を振るってこの怪我を引き起こした少年が330万円だけの、額で、はい、で学校や県がどうして1億5000万もの責任を負わなきゃいけないのか、これはどこが違うかっていうと、その少年はね、その少女が9月の12日に怪我をしていた、でしかもそれだけの怪我を負ったことを知らなかった、はい、で説明も顧問から受けてなかった。だからまさか自分がかけた技でこういう結果が生ずるということまでは予測不可能だった。だからそのこの重体になるまでの怪我を負わしたことについての因果関係はないというふうに裁判所は判断してるわけですよ。ところが学校側は知っていたじゃないかと、急性硬膜下血腫で入院していてその状態にあることを分かっていて、さらに柔道をやって強打すればこのようなその重傷を負う可能性があることをね、認識し得たはずだ。でその予測もできたのにそれをしなかって何の手立ても取らなかったから責任があると。で予測可能であったことに対して何の手立ても取らなかった、この結果回避義務を怠った、予測も可能であったその義務を怠った、これらについて言えば賠償責任があると、だから全額について認めると、この差はそういうところにあるわけですよ。慰謝料なんかについてもですね、その後の行動もその、隠蔽工作も慰謝料の増額理由になるって言ったのもこれも画期的だろうと思いますね。この事件がこれで確定するかどうか分かりませんけれども失礼、こういう内容のその民事裁判をしたということはね、これは影響は非常に大きいと思いますね。しかも今まで刑事事件では結局何もできなかったわけでしょ、はい、で刑事事件に問われていませんよね。でこれは被害者側が民事事件によってこういう真相を明らかにするという従来からの手法で、しかも僕はこの刑事事件の関係ではもっと真面目な捜査がなされるべきだったかなというふうに思いますね。この内容からすればこういったね、自己学習とか学校での自己学習あるいは事件学習ってことが全国各地であるんですけれども、画期的な判決だと思うんですが、そういったことを防ぐ方法とか考えとかっていうのは何かないんでしょうかね。鳥越さんどうでしょう。これは日本の文化だと思うんですけどもね事実とか真実とかね、はい、それはたとえ辛いものであってもね、はい、そういうものにちゃんと直面をしてそれを受け止めていくというそういう文化が日本にはね残念ながらないんですね。やっぱアメリカにはあるんですよ、アメリカは正直であるということが ね、 そうですね、ジョージ・ワシントンのリンゴの木の例で教科書に載ってるようにねあるんですけどね、日本は自分が信じてる神様にちゃんと忠実であればこっちはどうでもいいというの、だから真実とか事実というのがねごちゃごちゃになってて、ちゃんときちんと事実に直面するというね、そういう厳しい態度が日本人僕たちに ね、 欠けてるところが欠けてます、うん、この学校の人たちはなぜこういうことをしたのか、うん、お父さんの意見でもありますけれども保身ですよ、うん、保身のためにこれをやったというふうにしか言いようがないんですね、うん、学校の現場の中心は子どもであるべきだと思います。そうでなければいけないはずなんですが、その考えがあればこんなこと絶対に起こらないんですけど、判決を受けて、須賀川市長がコメントを出しております。厳粛に受け止めております、今後一日も早い解決を目指し誠意を持って対応してまいる考えであります。そうあってほしいと思います。